十クラッシュか。あ、1コーナー結構かなです。4台か。あった。1コーナー多重クラッシュにより、やかた再スタートになりました。M1 クラスやり直しです。爆破中断やり直し M1 クラス。岡村海星選手がいいスタートでしたね。トップが勝負しにクリアという2番手が鈴木壮太選手、3番手が篠宮選手、そして4、ちょっと逆光でね、すいません、見えなくて、あーっと、もう鈴木壮太選手ちょっとミスがありました。2コーナーでもクリアしたのトップですね。鈴宮選手、あっと1コーナーでですね、じゃあ2コーナーですね。26番3番手の上岡選手が2コーナー進入で転倒により、これで3番手に岡村空誠選手が繰り上がってますが、高井さんの車に
台、7台、7台ぐらいで8番手争いを今繰り広げています。仕掛けるならもうライブランドコーナーしか。あ、もうライブランドコーナーしか。もうライブランドコーナーしか。